皆さんこんにちは、コールおさぶねです。今1曲目にお届けした曲は、白い色は恋人の色という、曲でした。多分50代後半60代以降の方なら懐かしいなというふうに思って聴いていただけたのではないかなというふうに思います。